やはり腰の調子が良かったら、決して中野には負けなかったろうとこういうふうにね言われてるんですけども、そうですね、はい、だから4ヶ月経ってますかね。しかし中野も力をつけましたからね。そうですね、リングアナウンサー加藤一世、まず選手の紹介であります。昭和43年1月8日生まれという中野圭吾選手、今紹介されました。黒いガウンを脱いでおります。箱内140パウンド、小倉由美。試合に入った選手の紹介で、昭和42年の9月2日生まれ、16歳の小倉由美圭吾が脱いでおります。さすが地元桐生市民体育館、テープが派手に飛んでます。さあしかしこういった地元でのプレッシャーというのは過去ね、いくつかあの勝敗を左右してますんでね。そうですね、いい方に行けばいいんですけどもね、大体どうなんですか、やっぱりあの結構プレッシャーになっちゃうケースが結果がねどうも良くないみたいですよ、今まで見てますと、なんか指も怪我してるみたいですね。そうなんですよ、3日前ねちょっとあの突き指をしまして、決して体調が良くありません。まあ、あのこれからレフリーをやるジミー加山なんですけども、小倉由美という選手は何かちょっとねついてないというか、大きな試合の前になると必ずねどっかを痛めるんだってことを言ってましたですね。かわいそうだな、はい、まあ、しかし本人は大したことはないと言っております。今日は念願のジュニア選手権王座決定戦であります。今改めてですね、小倉由美選手、地元桐生の出身であることが紹介されました。さあ今リング上足を交わしまして試合開始であります。この試合は20分一本勝負で争われます。さあ宮本さん、どういうふうにご覧になりますか。そうですね、まあ、先ほども触れましたけども、はい、新人温泉から4ヶ月経ってですね、まあ、両者がどれだけ成長ぶりを遂げているかですよね。はいはい、まあ、小倉選手はあの地元でね、やはりあの今のテープを見ても分かりますようにね、あれだけの声援を受けるともう確かにプレッシャーがあると思うんですよね。ましょうね。しかし、まあ、なんか動きはいいですね。新人の時からね、鈴木さん、これだけ伸びた選手はいないと言われてるんですよ。あ、そうですか。僕は初めて見るんですけど。どうかも分かりませんね。はい。なかなかいいです。体は小さいんですけどもね、抜群の運動神経を持っております小倉由美選手。まあ、あのオーディションの時には、松永隆社長に言わせますとね、身長が足りないんでね、もともと着て、まあ、いっぱいいっぱいと言いますか、むしろ足りなかったんですけども、骨格を見てね、この子はきっとあの強くなるだろうと、そうですね、格闘技に向いてるだろうと、そういうことで入ったんでしょ。力はありましたよね。そうですよね。小早川さん、今日は小倉由美選手、はい、地元のね、まあ、あの選手ということで大変でしょう。そうですね、あの、はい、まあ、特にですね、応援団の方としましてはね、桐生市立東中学校の時代のですね、はいはい、同級生の皆さん、それからですね、後輩の皆さん大勢来ています。親戚の皆さんもね、随分来てらっしゃるんですよ。なるほどね。ちょっと私のすぐ後ろの方にですね、ほうほう、お父さんとお母さんがいらっしゃいますんで。そうですか、はい、ちょっとあのお邪魔してみます。そうですね、はい、あの試合の前に会われたそうですね。何か言ってました。レフリーの方にあの昨日の試合で怪我をしちゃってなんてね、今日はタイトルなのになんてね言ってたんですよね。でも本人はねもうケロッとしてて大丈夫大丈夫なんてね言ってるんですよね。さあお父さんですね、あの新人王の時にあの中野選手に負けましたね。相当本人も悔しかったんじゃないでしょうかね。そうですね、やっぱり体調が十分じゃなかったからじゃなかったと思うんですよね。さあこの立ち上がりを見ましてね、今日はどうですか。そうですか、今日は記録が充実してるからいいんじゃないかと思うんですけどね。はい、塩野さん、はい、小倉選手のお父さんとお母さんでしたが ね、かなりあの落ち着いてらっしゃいますよ。はいはいはい、このジュニア選手権王座決定戦は20分1本勝負になっております。さあドロップキックでいった、今度はレッグドロップ失敗であります。さあここは小倉由美の大きなチャンスであります。ロープに振っている。さあどう持っていきますか。今あの今ニーアタックですね。ニーアタックですね、ニーパットの技だったんですが、2発目は綺麗に入っております。さあどうか上から行きました。これはちょっと早いんじゃないでしょう。おっとどうかどうか、懸命に無事してこらえました中野圭子。ようやくですね中野圭子の額にねちょっと汗が光ってまいりました。さあこれは空振りだね、ヒップドロップ行きました。しかしこれは完全に空振り、小倉由美であります。さあ中野のまた逆襲だ、ドロップキック、お腹に入った。今のは苦しかったでしょう。今のはね、ね
いやー、おなかにですね、カウンターで入っている、またいった、ドロップキック。いやー、あのおなかってのは非常に応えるんですよね。そうでしょうね。一番応えますよね。はい、塩野さん、はいはい、この選手ですがね、やはり試合前にね、今日は絶対ドロップキック主体とした攻撃でね、攻めまくると言ったんですよ。あ、そうですか。それからですね、やっぱり自分の敵はですね、小倉由美選手の地元であるというそのプレッシャー、それからですね、新人王の時にですね、負けたという悔しさ、これをが小倉選手をね、大きくしたはずだから、それが怖いというふうに言ってましたね。あ、なるほどね。はい、それからですね、はい、目元の方なんですがね、ちょっとこれまではですね、厳しさが足りなかったんですね、そこで長尾選手に言われましてね、化粧法を変えたせいもありましてね、今日ちょっと厳しさが感じられます。あ、そうですか。さあ、カウントが続けられております。大丈夫か。しかし小倉由美選手、顔面が蒼白になっております。先ほどのドロップキックが効いている。さあ、カウントへ進んでようやく入ってまいりました。ちょっと満員の桐生市民体育館、お客様、ファンが心配でした。吉田ね、こういった格闘技では相手のウィークポイントがもう遠慮なく狙っちゃうんですね。あ、いいんですか。いいんです、いいんです。はい、あ、じゃあもう怪我はしない方がいいんですよね。ですから普通はああいう風に例えば目立つようにしないでね、隠してる選手もおるんですよね。なるほどね。はい、サポーターをはめたりするとバレちゃいますでしょう。そうですね、そこ狙われますからね、集中的にね。しかし今日私も中指見せてもらったんですけど、大きく関節が膨れ上がってますんでね、あれやはり、テーピングしないで出るっていうのはちょっと無理だったかもわかりませんね。体当たり、ボディーアタックいきました。さあ、80キロ強烈なボディーアタック系あります。もう一発いった、音がしてます。いやー、鈴木さんすごいですね。いやー、それ思わずはい、そうなんですよ。今度は高いところを押されました。内容を打っております。クボを打っております。ちょっと苦しくなった。さあ、今度は後ろに押された。回転エビが詰めどうか。カウント、中野選手がショルダースルーにね、ちょうどいいところだったんですけどね、うまく丸め込めましたよね。そうでしたね。まあ、相手が大きいんでね、果たして回転指固めが決まるかどうか。そうですね。見事にしっくりとね、自分の中に引っ込んでましたもんね。まあ、中野選手も相手のダメージが上がってましたからね、はいはい、ちょっと油断があったんですね。まあ、回転指固めが泣いてますよ。そうですね。でももう悔しいでしょうけど、相手の手を上げてあげるところなんで、はい、いいですね。そうですよね。胸が熱くなりますね。いや、女子プロレス、特にジュニア王座選手権というのはね、勝って泣き負けて泣きというね、いつもタイトルマッチであります。初めて、ね、見せていただいたから、もう皆さんっていうのすごい不利だったのかなと思いました。決まっちゃうんですね。はい、今認定証が授与されてますけどもね。はい、今フジテレビからトロフィーが、そして賞が贈られました。しっかりとジュニアチャンピオンのベルトを今ね、巻きつけております小倉由美。いやー、本当に嬉しいでしょう。今日はこの大一番の安藤さん、スターさんに限っていたしまして、関係者の皆さんがね、すべて小倉由美選手にね、熱烈な声援を送っておりました。はい、じゃあお願いします。おめでとうございました。もう天候に一匹の鮮やかな回転エリアため、見事チャンピオンに輝きました小倉由美選手です。どうぞ皆さん、もう一度大きな拍手をお送りください。おめでとう。ちょっと涙がね、こぼれているんですけれども、ずっとこの試合見てくれていました中学校時代の友達の皆さん、ちょっとこちら向いてもらえますか。そして後輩の皆さんね、親戚の皆さん、お父さんお母さんもあちらの方で、ね、ずっと見てましたけれど、本当に良かったですね。どうもありがとうございました。このベルトをですね、ずっと持ち続けたいですね。おめでとうございました。